今やったドリル、これスピードドリルでしかありません。実際こういうのをエクササイズって呼びますね。その動作をしっかりできるように動作をトレーニングしていくっていうこと。僕はエクササイズとトレーニング分けてやってます。で、次にトレーニングですよね。トレーニングっていうのは今ある能力以上の負荷をかけていきます。抵抗をかけるか補助するかです。有名なのはヒールスプリントって言って、まあ、チームにも少し坂が外野にありますけども、我々はあの坂を使ってヒールスプリントやってます。最初の3歩です。1、2、3、約3度から7度の傾斜を使って登っていくこと。まあ、大体距離にすると15から30で十分です。タイムを測ってやるといいですね。で、次にそこから下りアシストして下がってくる。最初に 15m 走って 15m 下って 15m また走っていきます。こういう風にして坂道の加速を使ってあげて歩幅、ピッチ出していきます。あとは、レジステッドランとしては誰かにチューブで引っ張ってもらうことですね。で、自分のタイムの 10% 以上のタイム上げちゃうぐらい抵抗かけちゃうと実際足の送りがおかしくなってきます。なので無茶振りするんじゃなくて、一人でやるんでしたら腰にベルトを巻いてチューブをつけて、何かポストか何かにこうチューブを巻いてもらって後ろに下がっていく。こうすればバックのトレーニングになりますよね。バックのレジストで、そしてチューブが 40m ぐらい引っ張れたら、 30m か 40m 引っ張ったら、そこから今度ダッシュを繰り返していく。ピッチが速くなります。もちろんストライドも出てきます。抵抗をかけることによってプッシュが強くなる。こういう風にしてトレーニングの目的をしっかりすることによって、スピードのエクササイズ、ドリルで、そこからストレングス、抵抗をかけていく。まあ、タイヤ引きもそうですよね。強くプッシュする。野球はこの状態からいかに1本目を強くプッシュするかの種目です。バッティングもそうですよね。構えてもらって後ろの足を強くプッシュする。ピッチングもそうですよね。ついた足を軸足の蹴りを使って、エネルギーフローを使って強くプッシュする。ピッチャーはタイヤ引きとかレジスト、抵抗をかけながらプッシュして走っていくこと。横にサイドステップを走る、抵抗かけて走る、昔からやってるトレーニング絶対です。こういうトレーニングちょっと廃れてきてますけども、抵抗かけてやるっていうこと、本数をこなすっていうこと、プッシュする動作すごく大事です。加速にすごく大事です。スピードアップにもすごく大事です。皆さん頑張ってください。